940フィルバーって他のダウンでもまあない、世界でもトップ9、10にも入るぐらいの、国産どころか海外で見てもそこまで配慮してるのないのよ、うん、はい、本日はですね、ランガ最強ダウンジャケットを紹介していきたいなと思いますということで、今回弟にも登場していただきました。実はね、以前動画でランガの、ホワイトレーベルさんでムーンロイドさんか、うん、で買い物させてもらったという時に一緒にいたと思うんですけど、はい、これ僕が買ったダウンのジャケットパンツなんですけど、弟も自腹で自分のやつ買ってるんですよ。でそれがですね、こちらになっています。どうぞ、ズドン。はい、お、来ました。自分で買ったやつやからね、はい、色は白かな。そうですね、ホワイトですね、うんうん、僕がね、薄めの方のジャケットの襟付きフードじゃないタイプで L サイズです。で弟が同じタイプで M サイズ、 M サイズです。で着用しております。いかがでしょうか。まあサイズはちょうどいいんちゃうかな。そうですね、僕は173センチ、まあこれぐらいなのかな。ちょっと腕が僕短い気するんで。なるほど、元々が。なるほど、前伸ばしはどう。これちょうどやば。これ、よく行ってみて。これちょうどぐらいなのかな。ああ、そんなもんか、うん、ちょうどいいんじゃん。バイクとか乗った時もいけるやん。なるほど。身長173ですね。体重は63です。63で、僕178で68か9で L って感じなんで、あとはまあ手の長さとかもあると思うから。そうですね、まあその辺で見てもらったらいいかなと思います。でこのダウンジャケットなんやけども、オンラインで買うか、もしくはムーンロイドに行かなあかん、はい、北海道旭川市に行かなあかんっていうことで、ちょっとこれパンツも一応履きましょうか。すいません、なんかオンラインやったら電話とかでサイズ対応受けてくれって言ってたよな。そうやね、身長これぐらいやったらいけますよみたいなのかな、うん、大体これぐらいっていう基準があるから、それに沿った形でさせてもらいますっていう話してたんで、うんうん、まあ今までのお客さんとか見てみたいな。そうですね、インナー着た場合、着ない場合っていう部分で言ってはったんで。ちなみにどう着た感じは。うん、あの軽いっすよね。あ、軽い、うん、まあ、この後ちょうど言おうと思ってたけど、やっぱ940フィルバーって他のダウンでもまあない。でこのモンクレールのダウンジャケットですら900はない。あ、ないんや。ないないない、ない。表記はしないし言ってないんやけど、その使ってる綿のブランド名があるやん、マザーグースとか、はい、なんとかホワイトグースとかっていっぱいある、うん、その名称からしても900はないやろなっていう感じなんで、フィルパーだけで言うともう全然940やったらもう全然上。そのダウンの綿自体も、まあ、有名な綿なんや。ここに一応、ダウンの綿の羽毛布団 の、 そのランキングみたいな出てるんですけど、まあ、それ見たとしても、まあ、上から9個目ぐらいなんですけど、これまあ上から9個目って言うとあんま大したことないと思うかもしれないけど、これ乗ってるのモンクレールですら乗ってへんぐらいのレベルやから、めちゃくちゃ高いレベルでもかなり上の方におるっていう、世界でもトップ9、10にも入るぐらいの感じです。まあもちろんユニクロとか入ってこへんね、そらここには。もちろん種類もっと何百何千とかあったりするもんね。そうとか、もう名前のないようなバタバタとかもあんのよ、中国の方とか行ったら。なるほど。だからそんなん言い出したら、一応ダウンって名前はついてるけど天と地ほど差がある。だから来た時に軽いと思ったやん、でも今まで着てたダウンジャケットで子供の頃ってやっぱ安いダウンジャケットで、うん、重たいのよ。重たかった、重たかった。そんだけ重さいるから、うん、でこれが一応 110g 入ってるってことで、はい、こっちも110なんやけど、 110g っていうのがあんまピンとこないと思うんだけど、このナンガの最強ダウンのほんまのダウンバージョンが220円、うん、その半分入ってる。やっぱりこうモコってしてるもんね、そう見た目も。そうですよね、うん、まあ厚刈りの人とかやったらそれでいいと思うし、もっと言うならだいたいこの辺りのナンガのオーロラダウンとかノースペースのヌプシとか、うん、この辺りでダウンの量が150ぐらい。そうなんや、うん、じゃあこれとさっきの最強の間ぐらい。間ぐらい。だからインナーダウンで110入れるってめっちゃ多いね。あ、そうなんや。ともすれば普通のダウンに近いぐらいあるから。あ、そうか。110g とか 100g 超えてくれてたら相当インナーダウンではちょっと入ってるなっていう感じなんや。じゃあ高機能なインナーダウンですよと言えると。高機能というか暖かい。暖かい。その綿が良くてさらに量もいいみたいな、これちなみにこう逆にしてみようか。はい、どうですか。あ、俺似合ってないな、すごい似合ってないな、どっちも似合ってないな。やっぱカラー的にちゃうな。僕あの明るい色が苦手なんでね、こういう色はちょっと苦手なんですけど。ちょっと暗いのが僕はあれなんですかね、ダメなの。兄弟逆やもんな、俺が暗いのが得意で明るいのが得意やから、お全く逆なんですけど。でやっぱムーンロイドさんでも言ってたし、よく動画とかでも言ってるけど、フィットしてる方が暖かいよっていう話を。うんうんうん、なんかこれやったらちょっと隙間あるもんな、うん、結構な。ちょっとなんかこう逃げてるやろ、腕の感じが違うよね。さっきの方がぬくかったなって、うん、でダウンってみんなダウンがあったかいと思ってくるじゃなくて、体温を止めてるだけやから、うん、その体温が止まらないと暖かさはないねんか、うんうんうん、なるほど。こっから別に暖気が出てるわけじゃなくて、自分の体の暖気を溜めてるだけやから、だからフィットした方がいいですよ。絶対そっちの方がいい。で特にこういったインナーダウンって中に着ることも考えられてるから、要はこの上からマウンテンパーカー羽織る可能性もあるわけやんか、はいはい、だから中間着でもあるしアウターでもあるから、サイズはジャストの方が絶対いい。なるほど。じゃあ、 あの最強の方やったら、まあ、ちょっとワンランク大きくてもまあいけるやろう。ただちょっと保温力はなくなりますよ。そう、それな、あの今来たら分かるわ、
これ実は俺ネットで相談せんと買ってんけど、はい、XL で買ってんだから俺でもでかい。だからこの着方しちゃうと220入ってるからめっちゃあったかいように感じるんだけど、隙間があるからさっきの方があったく感じるね。あなるほど。でもちろんこっちの方が、綿が多いからちゃんとしたサイジングできるとさっきより全然あったかいんだけど、うんうんうん、間違ったサイズで着ててオーバーサイズやとかで喜んでたりしたら向こうの方があったかい。でまあ機能的にもこれ言うたらベンチレーションとかもあったりするし、うん、これ開けたりしたら涼しくなったりするっていうのが、うんまあ、こっちにもあるわってあったりするから、まあ、そういうので調節もできんねんけど、サイズが違うだけでこの辺結構ちゃうのよ。うん、なるほど。サイズが合ってればちゃんと多分 M やと思うけど、うんうんうん、2個ぐらい大きいね。110のやつでも問題ないですよって。全然全然全然。でもっと寒いとこ行くっていう方はタイプ1かタイプ2かタイプ3か分からんけど、ちゃんとしたダウンの方、インナーダウンじゃない方を着ればいいよ。全然襟の高さちゃうのよ。だからこれじゃあちょっと襟はもうマフラーは絶対いるし寒いかなっていう。だから上にも着るのが全然、マウンテンパーカーとか着たら全然。なるほど。これと同じくやねんけど、ちょっと前とかにこう行ってみて、でその時にこれ実はストレッチ多少効いてんねん。だから着てて突っ張らんのよ。わーグッて伸びる感じある。そうで、それがなこのダウンだけじゃなくてこのインナーダウンもそうね。あそうなんや。だからあれもそうよ。でそれでいてもう一個言うなら雨の日もいける、防水やで、はいはいはい、でもっと言うならこれがすごいねんけど、普通防水でこれで終わりやねんけど、はい、じゃなくてこのもし万が一濡れたとして、言うたら裏地って防水じゃないのよ、うん、はい、なんかここから濡れたとして、そしたらダウン濡れるわけよ。中にダウンパックが入ってないけどな、うん、濡れたとてそのダウンにも撥水の加工してるから、うん、ダウンもぺちゃんこになりづらいの、ね、まあそれはクリーニングとして完全に濡らしたらもうあかんけど、はいはい、それもまた大丈夫よ。それもまた復活はさせれるけど、だから俺前これ一人で洗っとって家で、うん、やっぱこの辺汚れんのよ。あそうよね、バイクとか乗ってるから。まあ袖口とかね。そう、うんうん、それ全然自分で洗う俺は。うーん、これ生地も破れにくいとかそんなは。一応な二重デニールやから薄さ的にはそんなに分厚くはない。あなるほど。あのクライムライトと同じ。あそうなんや。あクライムライトだけど結構頑丈じゃない？でもない、まあまあ頑丈薄いやん。うんうんうん、確かに。あれぐらい。これな。こっちは40あると思う、確か、うん、ちょっと分厚いと。そういうことか。なので、まあ、そういうところが注目。中の綿がいいのもそうなんやけど、そもそもその綿を濡らさないようにしてるし、濡れたとて撥水の加工をしてるっていうところが、今多分国産どころか海外で見てもそこまで配慮してるのないのよ、うん、じゃあほんまに最強ダウン、うん、名前がな最強ダウンって言って、まあ、ふざけた名前してるわと思ったけども、うん、あのほんまにちゃんと最強なんや。で値段がですね、大体、はっきりした値段は多分出てると思うんですけど、7万円ぐらい。このジャケットもこれも7万円ぐらい。でパンツの方は実はパンツはスペックちょっと違うのよ、うん、あのこれ940フィルパーちゃうねん、はい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 、これ770で940にするともっともこもこなっちゃうから、うん、あと落としてるとは言ってはったけど、まあ、その詳細は、はい、あの聞いてもらったりした方がいいと思うんやけど、うん、でそのムーンロイドさんの YouTube もあるからそこ見てもらったらより分かりやすいと思うので、うん、僕らちょっとその辺の詳しいこと言ったりしたら違う方怒られるから、うん、言いませんけども、まあ、そうなってます。この最強ダウンとかもやっぱりダウンって毎年値上がりしてんのよ、はい、これ買った時は9万ジャストぐらいで、9万と200円とか2000円とかその辺で、はい、10万弱で買えた、うん、だけど今も10万超えてる。あなるほど。この一番安いモデルやねこれ、フードがない、はい、これで10万超えてる。フードありは11万とか。あもうちょっと上がっていくのに。そう、もう絶対上がっていく。値段はな、安くなることはナンガだけじゃなくてモンクレールにしてもヌプシにしてもそうだけど、値段が安くなることは絶対ないから。確かに毎年上がってるもんね。絶対上がるから、うんうんうん、だからまあ欲しいんやったらまあ買うのがいいかなとは思うんですけど、ただ俺ちょっと一個なデメリットとしてちょっと残念やなと思ったのが、はい、色、うん、はいはいはい、色味がまあこの白とか、うん、まあ、このネイビーでブラックでブラウンとかってあってんけど、うん、はい、全体的に全部暗いやん、うん、だからちょっとこれぐらい明るい色バチンっていう色欲しいなってなっても今ないから。確かに。それがまあ俺はダウンいっぱい持ってるからそう思うかもしれない、うん、初めてのダウンの人は黒でいいって思うかもしれないけど、何個か持ってる人らは多分色欲しいやろうなっていう、はい、けどなんかあの復刻モデルみたいなのあったよね。あったね。10周年のな、うん、そう1年目コラボした時に1年目のやつがあったけど、うん、あれはあれでちょっとレトロやね、うん、そうやね。なんかこういうなんて近代的な色味じゃなくて、うん、ちょっとレトロな感じやったから、まあ、あれが好きな人もいてるとは思うねんけど、90年代っぽい感じのイメージだったね。だからデメリットとしてはそれぐらいなんちゃうかな。色合いは確かに少なかったかもしれない、うんうん、自分に似合う色があるかどうか分からへん、あのカラーの中やったら、うん、だから物としては完璧やけど、じゃあ着て完璧かって言うと話変わってくるやん、うん、だからそこがちょっとまあ個人的にはあ俺色あると思ってたけど、あなくなってんねやっていうのはちょっと残念だったなと思うけど、まあ、これもまた動画で言っとけば、もしかしたらムーンロイドさんが復刻させようって言って慌てて来年で復刻するかもしれないし、まあちょっとそれは分からへんけどもね、うん、そんな感じになってました。ちなみにパンツ履いてみる一回これ、はい、どうですか履いてみた感じ、うん、そんなにめっちゃバタ入ってるわけじゃないよな。モコモコはしないですね。だからいい意味
で言うとなんていうの、普通のパンツになんかちょっとあったかいなって感じだし、うん、悪く言うとあれ思ってるよりダウンないなっていう感じの、うん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 、まあそんな感じのイメージやな。けどあくまで上がこうぬくかったら下ってある程度いいよね、そんなにぬくくせずに。あんなこれもないろいろあってな、うん、足の方が筋肉量多いね、だからそっち温めた方があったかくなるとかもあるのよ、うん、ああなるほど。だからまあダウンのパンツなんかそもそもみんな履いてないから履くだけであったかいっちゃあったかいんやけど、うん、確かに、まあ、ちょっと上と全く同じではないっていうところで見た方がいいかなと思います、うん、はい。ダウンパンツは確かダウンパンツも2色やったよね。3かな、覚えてない、なんか何色かあったな、多分けど黒とこれだけやったんちゃうかな。そうそう、だから色合いは確かに少ないかなと思ったけど、僕最近ダウンとかあんま着てなかったんですよ、うん、けどむちゃくちゃぬくいなと思って、うんうん、それは思いましたね。結構ぬくしとかやったらモコモコになるとか、うんうん、バルトロのレビューもあったと思うけど、キブクレス、うん、結構いいんじゃないかな。待ち着としては全然940フィルパー110グラム、もう全然 OK ね。そうそうそう、バイク乗るとかやったらちょっと真冬は寒いかもしれんけど、まあ、この上にマウンテンバーガーやな。あ、その場合はまあシンプルだしね、ここに何かのロゴがあるけども、うん、あのホワイトレベル知らん人からしたらなんか珍しいなんかかなって逆にって思えるしな、うん、まあ、値段的にも、まあ、妥当なんちゃうかな。940フィルパー 110g 入れて7万円やったらめちゃくちゃ妥当ちゃう、うん、そうですね。だから、まあ、これ海外から仕入れて、もし何かホワイトレーベルが海外のブランドやって、うん、国内に仕入れたら7万じゃ済まんで、10超えてくるでこれは、ね、だから逆に海外に出すときは高いと思うけど、うん、なるほどね、日本人の特有かもしれないこれは、うん、だからね、あのもし興味ある方は見ていただければいいかなと思います。また気になる方は電話とかしたりしたらなんか対応してもらえるらしいので、電話とかしてみてもらえたらなと思います。僕らの方には電話してこないでください、全くサイズわからないので、ね、よろしくお願いします。ということで本日はですね、スタンガンの最強ダウンを紹介してみたい動画になってます。また絶対動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。